1位に中山記念イコール2024年2月25日、日曜、中山競馬場、芝内1800メートル。トレセン初日は、今週の中山記念では、ソウルオリエンス×田辺騎手が初めてコンビを組みます。どこか騎士感があるこのコンビ。実は、デビュー前の一周前追い切りに田辺騎手が騎乗しているんです。新馬戦に騎乗のプランがあったが、同週の騎乗を田辺騎手が怪我の影響で見合わせ。思い返せば、辛辣なコメントの多い鞍上がなかなかにいいコメントをしていたような。デビュー前は走り方がバラバラしていたんだよね。ガチャガチャな走りなのに、時計だけは出るから、何だこの馬、って思ったよ。やっぱり走る馬は動くんだよね。そういう突き抜けた馬ってなかなかいない、と当時を振り返ります。先週は約1年3ヶ月ぶりに騎乗。鞍上は、あの頃とは別場。騎乗することになり、ボーナス来たな、って思ったよ。笑い、と声を弾ませます。以前乗ったのは2歳児ですから、当然といえば当然ですが、しっかりと、進化、を遂げていました。新馬戦の前は雑な走りをしていたのが、年を重ねて整ってきてイメージよりも乗りやすくなっていた。フットワークはさすがに良かったよ、田辺。前走の有馬記念では、内枠もあだとなり8着。それでも皐月賞、1着、ダービー、2着、菊花賞、3着、と世代屈指の力を示してきました。今回鍵となるのは、開幕週の中山1008という舞台。鞍上は、そのあたりがどうなのかな、というのは正直なところ。1コーナーまでの距離が短く、すぐに隊列が決まっちゃう。開幕週であることも考えると、流れに乗れるのが理想だよね。ただ、それでも力は上だと思う。距離や馬場関係なく走ってほしい、と条件面関係なく、能力の高さに期待を込めます。田辺騎手は12日に40歳の誕生日を迎えたばかり。心境の変化はあんまりないけど、若い人が増えてきたなとは思う。若手若手ってこの間まで言われてたのにって思っちゃうよね。そういえば、柴田、義富さんも同じこと言ってたな、笑い。40歳になっても気分次第で頑張ります。不惑の鞍上にとっては、ボーナス、でも、我々博多愛配当を覚悟すべきかも。とにもかくにも、ようやく結成されたコンビから目が離せません。